今やここには誰一人いない。ネズミすら下水から出てきて死者を喰らおうとはしない。誰もいなくなったこの時にただ一人残ったのは不思議な老婆だけだ。かつては美しかった彼女と今は八丁目を受け、今やここには誰一人いない。見事な変化を遂げたもの。された者たちの血が町中を流れる。苦痛と怒りの叫び声が夜を切り裂く。復讐に満ちた精霊園の歌のように、花は踏みにじられて泥だらけ。ヘドの出そうな悪臭の代わりに汚れた鎧の匂い、お前のしもべが切り刻んだ者どもの体液の香りが漂っている。人々はとても仲良く暮らしている。あの世でも仲良くするがいい。連中を全員大きな穴へ投げ込む。